横浜市緑区、たくさんの田んぼや畑があり、季節ごとにいろんな野菜が楽しめる緑豊かな町だよ。ここで果物を育てている農のマスターと町の凄腕料理人食のマスターがタッグを組んだ緑区ならではのスペシャルメニューを紹介するよ。今回の農のマスターは小松武さん。小山町にある畑で浜梨やイチゴといった果物のほか、露地野菜も栽培。2カ所ある直売所には毎日大勢のお客さんがやってくるよ。9割が近くのお客様なので、欲しい野菜や味の感想を直接聞けるのが楽しいです。今回の緑区スペシャルメニューに使うのは小松さんの作る浜梨。スーパーなどにあまり出回らないことから幻の梨とも呼ばれている横浜の代表的な果物だよ。品種的に10種類の浜梨を作っています。極わせ品種で小ぶりなんですけど甘さはすごくあります。ぎゅっと美味しさが詰まった小松さんの浜梨、たくさんの実がなっているのは小松さんがしっかり梨園の手入れをしているからこそ。にがりを希釈して葉っぱに散布することで光合成が促進されて甘くなります。小松さんにこれからの夢を教えてもらったよ。観光農園としてのいちご園の規模を拡大したいなと思っています。採れたての果物や野菜は美味しいんだっていうことを、お客様に知ってもらいたいです。甘くてコクのある美味しい浜梨をぜひ食べてみてください。農のマスター小松さんからバトンを受ける食のマスターのお店は緑区大村町にあるジョブリコ。障害のある方たちの就労を支援する施設として2018年にオープン。20人ほどの利用者の方がサンドイッチやトルティーヤといったメニューを毎日丁寧に作っているよ。毎週木曜日は緑区役所で出張販売も行っているんだって。ジョブリコ所長の石田博子さん、管理栄養士としてお店のメニューを考えているよ。通われている利用者さんたちのつながりも大切にしながら、できる限り地産地消のものを使ってこのメニューを作るようにしています。ジョブリコでは浜梨以外にも小松さんの作った果物を使ったメニューがあるんだって。3月から5月ぐらいに小松いちご園さんのいちごを使ったいちごサンドを販売しています。甘さが強くてとても美味しいいちごサンドが作れます。今日はどんなメニューを教えてくれるのかな。生ハムと浜梨のクリームチーズサンドイッチを作ります。食材の置き方がとてもポイントです。断面が綺麗な状態になるとプロのような食欲をそそる感じになるので、萌え断を目指して頑張ってます。材料はこちら。まず梨を5ミリぐらいの厚さにカットしていきます。パンにマヨネーズを塗っていきます。ご家庭では8枚切りのパンを使ってもいいかと思います。パンに水分が吸わないようにまんべんなく塗るところがポイントです。このマヨネーズ、ジョブリコさんでは自家製のものを使っているんだって。1枚だけクリームチーズを塗っていきます。さらにその上に生ハム3枚を半分に折ってのせます。そしていよいよ浜梨をのせていきます。ちょっとずらしながらのせていくと切った時に断面が綺麗になります。最後にレタスを折ってのせるよ。上からもう片方のパンで挟んだら綺麗な包装紙で包みます。これをカットすれば具材たっぷりのサンドイッチが完成です。生ハムの塩気と梨の甘みがマッチする絶妙な一品です。小松さん、石田さんがタッグを組んだ緑区スペシャルメニュー、みんなも作ってみてね。詳しいレシピは横浜市緑区のホームページ、とれたて緑をご覧ください。